皆さん、こんにちは。28年在籍したジャニーズ事務所を11月30日をもって退所することを発表した岡田准一さん。俳優業で活躍し、事務所の中心的存在の退所発表となれば、ファンにとって大きな衝撃となります。なぜ退所されるのでしょうか。今回は岡田准一さんの退所理由の真相、移籍先、ファンの反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。複数の関係者によると、岡田さんは11月で退所する意向を周囲に伝えているといいます。 NHK 大河ドラマ「どうする家康」で織田信長役を演じて話題になるなど、今のジャニーズ事務所でもエース格の一人である岡田さん。95年に V6 として CD デビューし、三宅健さん、森田剛さんと共に「カミングセンチュリー」の一員としても活動しました。 V6 が解散した21年に独立した森田さん、同事務所元副社長の滝沢秀明氏が設立した新会社 2B に今年合流した三宅さんに続いて、退所の道を歩むこととなりそうです。 SP シリーズや14年の NHK 大河ドラマ「軍師官兵衛」主演など人気俳優の道を着実に進んでいました。また2015年の第38回日本アカデミー賞では、映画「永遠のゼロ」で最優秀主演男優賞、映画「日暮らしの木」で最優秀助演男優賞を受賞するという快挙を成し遂げました。一方で、高い身体能力を生かして高度なアクションもスタントなしでこなし、自ら盾を手掛けるなど、アイドル離れした独自路線と職人気質も見せていました。格闘技にも精通し、今年8月にはアメリカ・ラスベガスでブラジリアン柔術世界大会ワールドマスター柔術選手権に参加、マスター3チャオビライトフェザー級で初戦を突破し、準々決勝まで進んでいました。しかし、そんな中、ジャニーズ事務所をめぐっては、企業が広告起用や契約更新を見送るなどの動きが相次ぎます。岡田さんの出演 CM も例外ではなく、アサヒビール、スーパードライ生ジョッキ缶のアサヒグループホールディングスは先月8日、今後ジャニーズ事務所のタレントを起用した広告や新たな販促は展開しないなどの方針を公表。日本特殊陶業も岡田さんが出演する広告の使用を停止し、所属タレントとの契約を期間満了をもって更新しないとしていました。そんな岡田准一さんが退所する理由について、ジャニーズ事務所は、今回の決断はこの度の故ジャニー喜多川性加害問題に起因しておりますので、本来所属タレントを守らなければならない弊社が、会社の問題により所属タレントである岡田に苦しい思いと苦渋の決断をさせてしまったことに、岡田に対してはもちろんのこと、ファンの皆様やお取引先様をはじめとするステークホルダーの皆様に対しても大きな社会的責任を感じております。改めまして、深くお詫び申し上げます、と説明、謝罪しました。続けて、岡田自身、ファンの皆様に辛い思いをさせてしまっていることや、将来にわたってご一緒くださる関係者の皆様にこれ以上ご迷惑をおかけしたくないという思いが強くございました。加えて、自身の年齢やこれからのキャリアを考え、より一層ものづくりや演じることを追求していきたいというビジョンを抱いていたことも決断に至った理由となります、と説明しました。岡田准一さんがジャニーズ事務所を退所する理由には、以前からいくつか挙げられており、まず一つ目に V6 の解散が挙げられます。 V6 の解散の理由は、40歳の節目を迎え、メンバーが今後の人生について考え、より一層の成長のため次のステップに挑戦したいからと言います。そんな岡田さんが所属していた V6 は2021年11月1日に解散し、すでに岡田さんは俳優活動がメインとなっていることから、もう V6 には未練がなく退所を選んだと考えられます。2つ目は、契約更新日が11月1日であることから、単純に契約満了に伴う退所と考えられます。V6 のデビューが11月1日であり、 V6 の森田さんも同日に退所しています。退所理由の3つ目は、
ジャニーズ事務所の分裂です。ジャニー喜多川氏の性加害問題で、ジャニーズ事務所はスマイルアップという新会社の創設が発表されましたが、俳優がメインということであれば何ら所属事務所に固執する理由はありません。むしろジャニーズブランドはすでにないと同じで、今後の状況が不透明な新会社に所属するより新境地で出発する方を選んだと考えられます。4つ目は退所後の妨害がないということです。以前のジャニーズ事務所であれば、退所者に対し圧力をかけて番組出演を阻害したり妨害することが周知の事実だったようです。しかし現在は性加害問題があったことから、忖度などはないと思われることから退所するタイミングだと考えたのでしょう。5つ目は企業 CM や番組出演が可能になるということです。こちらも性加害問題に端を発しており、ジャニーズ事務所に所属しているだけで CM の新規契約や更新がなくなったり見合わせている状況です。ジャニーズ事務所を退所することで、企業側も CM や番組出演者に対し出演依頼がしやすくなるというメリットがあります。岡田准一さんは11月で退所の意向を表明していますが、移籍先や今後の所属事務所に関しては明言していません。しかし滝沢氏が立てた 2B に入所するのではないかと言われています。すでに 2B には元 V6 の三宅健さんが合流しており、事前の話し合いが行われた可能性が高いと思われます。また以前滝沢秀明氏がパーソナリティを務めていたラジオ番組では岡田さんとのエピソードを語っていました。滝沢氏曰く、僕の半年ぐらい早く岡田くんがジャニーズに入って、その後僕が入ってちょうど合宿所が同じだったんですとのこと。よく二人で当時ローラースケート練習しにしょっちゅう行ってましたねと、ジャニーズジュニア時代のエピソードを振り返っていました。またジャニーズジュニア時代の合宿所を出てからも、家がすごく近かったのでしょっちゅう遊んでました。うちに来たり岡田くんの家に行ったりとか、なんか不思議な関係ですけどねと、プライベートでも仲良しだったようです。数々の映画やドラマに出演しているジャニーズきっての演技派俳優として知られる岡田さんですが、滝沢氏にとっては主演を務めた NHK 大河ドラマ軍師官兵衛の印象が強いようで、岡田くんの官兵衛で言ってほしくないセリフのモノマネを披露されます。それはどうもお勘弁ですと軽やかな自己紹介。滝沢氏曰く、時代劇って非常に難しいじゃないですか。名前を言うだけでもテンションを間違うと普通の人になっちゃうんでと、滝沢氏自身2005年の大河ドラマ義経では主演を務め、その後もライフワークとしている舞台滝沢演舞場でも義経役を演じており、時代劇の奥深さを肌で感じているようです。そんな滝沢氏は岡田准一さんに向けて、難しい役とかも岡田くんはこなしちゃうからすげえなって思いますと尊敬の念を示していました。そのように岡田さんの演技を認め尊敬している滝沢さん、その演技力を見込んで 2B がオファーしているのではないかと言われています。仲の良かったジュニア時代とは変わり、今では完全に共演の機会がない2人ですが、2B で会話を交わす姿も見てみたいファンも多いのではないのでしょうか。この報道について岡田くん11月退所、岡田くんジャニーズ退所、なんか寂しいな、岡田くん退所報道はズドンと来てるなどと驚きや悲しみの声が上がったのと同時に、正解だと思います、めちゃくちゃいい判断と、創業者の子ジャニー喜多川元社長による性加害問題が騒がれる同事務所から抜けることについて適切な動きだと好感を持つ声など、ファンの中でも賛否両論あるようです。 V6 解散後の今も俳優活動は続けているため、俳優事務所に行ってほしいな、俳優やるんならアイドル事務所じゃなくていいよねといったコメントが上がったほか、今後の岡田さんには期待しています、岡田准一くんの今後が楽しみですとエールも寄せられています。岡田より思いを聞き話し合いを重ねた結果、今回の結論に至りました。これから岡田が望む環境で長く活躍できることが最優先されるべきであり、弊社としましては
今後の活動を陰ながら応援をしたいと考えております。これまでもアイドルから俳優へとキャリアチェンジした自分だからこそ、弊社に残ることで後輩にできることがあるのではないかという考えから、共に会社を良くしようと様々な提案をしてくれた岡田に対して心から感謝いたしておりますと事務所も感謝していることから、円満退所であることは間違いないでしょう。今後は個人事務所を設立し活動していくそうなので、今後のますますの活躍にも期待です。いかがでしたか。今回は岡田准一さんの退所理由の真相、移籍先についてやファンの反応をご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。